さあ、今回の写真は？おや、体の額縁が気になりますか？絵を飾ろうってことで、ね、額縁を置くように。さあ、北のゴロンシティに有名な温泉地、温泉の絵っていいんじゃないですかと。温泉に浸かるゴロン族、うん、はい、ということでね、普通にいるな。ここにいるな、ここに。これあ、オッケーだ。温泉に浸かるゴロン族。おやおや、空の額縁気になりますか？取ってきたよ。取ったよ、ケンちゃん。でかした。おお、いいんじゃないですか。いいんじゃないですかね。では絵を描き写します。ふっは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 っ。あ、違う人や、これ。おお、いいね、いいね。著作権は肖像権的な何かはこういう、このゴロン族たちもさ、勝手にどっかのお前のに自分の写真、うん、まあ映画飾られてるとは思わんだろうな。なんか食事欄埋まっちゃってるって言われた。お前、食事扱いかよ。ということで、回復しかできない系は食べましょう。お腹パンパンになっちゃう。何くれるんですかね。あれ、ここ珍しいね。レシピがない。大体一つはさ、レシピあるのにね。ちょうだい。お礼を受け取りに来たよ。ゴーゴー野菜カレー、ね、移動速度アップだから悪くないね。よし、オッケー。さあ、残りわずか。残りわずかなんだけど。まあね、馬宿ですよ。ここも馬宿がまだかな。いやー、これ場所、桜の場所あったんだね。気づかなかった。さあ、ここは桜。うん、なるほど、そういうつながりがあったんやね。桜もうちょっといいの欲しいね。これぐらいかな。ちょっと位置変えてみる。後ろの岩込みで桜っすよ。さあ、ということでね、桜。これじゃよ。こうして桜が咲き起こっている姿を見ると、不思議と温かい気持ちに包まれますね。
ちょっと色合いが。ああ。エッグタルト、さっき作ったやつやな。ああ残り2つなんだけど、ここもう1つはあったここはい、うまい宿ふう、はい、ということでね、うまい宿の額縁系ラスト、北西のゴロンシティへの足がかりとして、シティ入り口にある岩山のてっぺんに掘られている、おダルケルの、いやそんなあったんだ、うん、ここだよね、ゴロンシティ、ダルケルのゴロンシティ、あれか、これか、これだ、あーほんとだ、ダルケルゾー、こんなのあったんや、ただでかすぎてうまく写真が撮れない、ダブルいいねしてる、アヘガオダブルいいねだよ、あとね、見えてんだけど、あそこ。コログのやつが。見えとんやったら行くしかねえな。ほら。見てきたー。あ、ちゃんと保護色になってる。茶色いコログ。見てねーっと。おやおや、ね、からの額縁気になりますかね、ダルケルゾーンの絵持ってきてくれたんですか、これだよね、いいねいいね、正直コピーじゃないなら前のは該当のは消した方がいいと思うんだけど、お燃えず薬、お他の馬宿の絵もリンク様がお手伝いくださったんですよねと、お礼あげます、ディアモンドあげちゃう、スペシャル料理5食分、スペシャル料理5食分、ね、もうぶっちゃけ頑張りゲージはいらねえ、ガバオオライスね、そうか、料理もらいまくったからこんなことになっちゃってるのか、うめえうめえうめえ、お腹がパンパンになっちゃう、5食分あと1食、ね、ゴーゴー薬を1つ2分休もう、報酬くれ報酬、あれチャレンジ更新、あ受け取らねえと完了ならねえのか、あぶんね、これ危なかったね、おスタミナ人参すごい、上限増やす5個、ほうさすが馬ということでね、馬宿の、AK 完了です、残りあと2つ、ね、1つは井戸なんであと1つ、さあそれがお前は消えろ、こちらです、いくぞー、よし来た来た、身動きが取れない、ハックさん、もしかしてのろし見て来てくれたのか、実は魔物に、いや攻略見てきましたよ
雪原のお前とから分けてもらった物資を狙われているんだ。あんな奴ら、いつもならすぐに追っ払ってやるんだが、はあ、今日は数が多くてなと、ね、あんたじゃ空の魔物には手は出せないか。こいつの槍持ってるね。さて問題はちょっと高めやね。これは松ぼっくりくんを使ってみましょうか。まあロケットでもええんやけど。よし盛りだくさん。ふぃさて、どこにおるんや。結構な高さ来たよね。おっ、お前じゃねえ、クチュウリじゃねえか。あれ、どこ、あ、いた。うん、こいつら弱いんだよな。あれ、もう一匹は違うって。いたいた、やったな。オッケー。滑空だって倒した後でアイテムばらまかれるから素材が微妙に集めにくい。あんたすげえな、高いところにいる魔物を一人でやっつけちまうとはな。いい腕してるぜ。安心して村に持ち帰れるぜ。ああ、お金だ。お、狙われた物資インコンプレイト。はい、ということで139分の138、そして最後の一つは井戸です。さあ、それでは井戸感知。うん？違う井戸に反応してね。ねえ、見つけた井戸には反応しなくなるから違う井戸に反応してるよね。って感じで、割と井戸はね、楽なんだけど、まあ、裏でいいかな。さあ、湯の下さん。教える。ありがとう。ね、4箇所。あと18箇所。まあ、なんだかんだで18箇所はちょっと多いんでね、裏でやっておきます。ということで、普通に、普通にやってってのもおかしいね。残り18箇所です。まあ、あの、裏で井戸見つけて、完了の瞬間は、動画にしたいと思います。で、エピソードチャレンジ、ね、自分だけのハイラル図鑑。ということで、一回だけ、ちょっとね、回ろうかと思います。それではウィンドショッピング。何個ぐらい埋まるかなと。これも最終的にはね、裏でやるんだけど、まあまあ軽く、リト族の村はこの間回ったので、ゲルド行ってみますか。まずはここから全部写真判定ないやつ。キノコ屋さん、炭、お、ポカポカだけがまだだった。写真だけ撮らしてね。後ろのおばちゃんの方が存在感あるな。子供、何これ、あれか。
えのきださんのところに持って行ってあげるのかな。お、ヤシの実。ひんやりメロン、ビリビリフルーツ。これはあれだね、装飾品だから関係ないかな。肉焼いちゃうと判定なし。お、あー赤チューチューゼリーが白チューチューチューチュね、早口言葉かな、ね、赤チューチューゼリー、白チューチューゼリー、キチューチューゼリーね。もう爆弾魔だもの。うん、ということで結構埋まったね。まあ次はバザールに、 NEC のお店に行くでござるっと。シャキーン。あ、尻尾売ってたんだ。もう調理されてるね。ね、このラストワン詐欺に引っかからないようにね。これ俺買ったもん。ラストワンじゃねえし。現実にもいるからね。ラストワン詐欺。最後の一つだからって言ってね。お、普通のシュチュゼリーが。これもね、一つ100ルピーだからね。ぼったくりロベリーくん。じゃあ次の街。でけえ街はもうかかりこと1からぐらいしかないか。ウオトリー行こうかな。ウオトリーはね、魚とかがいっぱいあるんで。取り立て新鮮、しかも無料。よろよし。剣だよ。よし、やめちゃうっていうか、あの、めんどい。ご、ご。こっちは全部もらおう。あ、でもこれもらわないと次が入らない可能性あるからな。しゃあない。もらってやるよ。もらう方が何よいよ。しょうがねえ、もらってやるか。ああ、ダメだこりゃ。旅人の剣。アオルピー。では果ての村だね。牛乳入られたわと。ゴーゴーに、これダメなんだ。米。お、こっちにもある。日だまりかぼちゃ。鎧かぼちゃ。バターはダメよ。ひだまりかぼちゃ。ゾーラ。さあ行くぞ。マックスサーモン、剣鯉、鎧鯉。トマトはどこでも売ってるな。ありますね。市から村。お、井戸あるらしいっすね。とりあえずお母ちゃんにいます。さばく。
ってすみません、ビッターのことを考えてしまって、うん、ほら写真撮ってきてあげたよ、まあ、寝てるこれ隠し撮りじゃないの母親失格ねサークサーク、あー、まあ、別になんかくれるわけじゃねえのか、親父にも話しかけてみるか、うん、今日が乗ってきたね、うん、あ、これできるかな、うん、ほら、お、ビッチャー、こんな早くお前の姿を目にすることができるなんて、絵からでもお前が頑張ってるのか、いや寝てるけどパパもお前に負けないように頑張らないとな、おっとっと仕事に集中、うん、娘の像を作ればいいんじゃねえのねえ、あの写真がどうとかとか会いに行くとか言ってたけどね、まさかのあんまり関係ないやつとは思わなかった。ミニチャレぐらいにはなるかなって思ったんだけどね。お、輝きの実は取ったことなかったのか、うん、まあせっかくなんでここの井戸ぐらいは見つけとこうか。どこ井戸？あったこれだ。作業場の井戸、ああ一応奥あんだ。まあ、正直井戸ってあんまなんもないんだよね全然いいんやけどね、うん、まあこんな感じでね、井戸はえ、こっからこれ反応してたのさあ、じゃあラストデスマウンテン一回見たような気もするけど、まあせっかくなんでね、回っておきましょう。うん、おお、まさかの火炎の実まだだった。これもね、近づかないと反応しない時もあるからね。さあ、ということで、ウィンドショッピングも終わり！うん。さあ、どこまで行けたか。ハイラル図鑑。さあ、生き物92分の71。ここ全部馬かな？馬によって種類あんのかな？スタルフォース。まあ、足りないのが大体20種類。お次は、魔物が110分の68。70として約40種類足りない。素材が126分の78。50種類。武器が175分の80。まあ、5として90種類。で、これが1種類。ってことは、まあこれはなかったことして、90足す、50、140で、これも50、いや40か、180、20、約200種類足りないので、残りをお金で解決しようと思うと、だいたい2万ルピー。やろうと思えば持ってるいらないものを全て売れば多分足りると思うけど、まあ、井戸探しの時に可能な限りね、自力で埋めたいと思いますんで、完成のタイミングは、ご紹介したいと思います。はい、ということで、あとはハイラル図鑑と、井戸だけです。実はね、まだ終わってないのがありまして、はい。こちら、賢者の石があと6個ぐらいだったかな。大事なもの。1個あるんで、あと7個だね。うん。
すでに、マップにチェックは済んでおりますが、どれを取ってどれを取っていないかわからないので、まあ20箇所全部は回る必要ないんだけどね、この宝箱のところを、どれが取ってないかわからないので、7箇所以上あるかな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10箇所、11、12箇所ぐらい、まあこれはもう取った記憶はあるんでねあるんで、ね、それでは、賢者の石を集めたら、あとは裏作業で、一気に飛ぶことになりますが、まあまだ賢者の石は集め終わっておりませんので、ではまずは賢者の石回収からいきましょう。ではまずはここからいくぞー。